親子で始める低山ハイク、今回は、山頂からの田園風景がまあ綺麗な荒平山のご紹介です。脇山からの登山口はですね、登山口のすぐ近くに水場があってですね、すごく楽しい山です。これだけ飲みました。まあコーヒーだけなんで、まあ、500リットルぐらいですかね、500ミリリットルぐらいですかね。荒平山は福岡ではメジャーな、油山の西隣にある山で、標高は394メートル、昔お城があったようです。何撮ったの？さくらんぼみたいな、なんと変なの。はい、福岡無名山301っていう本にもエントリーされている、人も少ないマイナーな穴場の山ですね。ここにあるのは赤星じゃないんだよね。分岐です。このまま登っていけば助山頂ですね。こっちが電波塔で、こっちが二の丸になります。山頂を目指したいと思います。山頂。はい、荒平山の山頂です。もともとはちょっと後ろの跡ですね。ちょっと後ろを見るとこう、まあ、お城のね跡の、史跡があります。眺望はね、この南側のね脇山の木の間から覗く、まあ、田んぼ畑の景色がね最高です。うるさい。だいたい山頂時々ね、こう温度計あるときあります。今ね気温が22度、もう最高ですね。もうエアコンいらないです。エヴァニューの
ブルーノードスポットオーブを使いたいと思います。あの燃費が計算したら、1回の湯沸かし11円でできるんで、ガスより安いっていうのがいいですね。こういうところでやるときは、ここでやるときはちょっと小枝1個挟んであげたらですね、せっかく作ってるテーブルとか傷つけなくていいですね。あとメルカリで買った激安風防、900円ぐらいでした。チタンなんで丈夫です。軽い。さっきちょっと沢で汲んできたプラティパスの水、だいたい500ミリリットルぐらいですね。ですね。はい。このろ過装置つけて、念のためね、ちょっとろ過してコーヒーのお湯にしたいと思います。ぽいぽいぽい。じゃあちょっとアルコールセットします。まず、このプレフィーティングパネル、この溝に、数滴、入るぐらいですね。次 15cc 入れます。薬局のね、あの液体のやつですね。あれを取っとくんですね。これがちょうど 15cc。 はい、じゃあ風防を重ねます。気をつけますね。ついたついた。ちょっと青いんでね、昼間よく見えないんですけど、一応燃えてます、はい、置きます。だいたい6分ぐらい待ちますね。でもう一回炊く。もう消えてるよね。うん、もう消えた。だけ足しても大丈夫。行くよ、行こう。あれ下に落ちちゃってるよ。うん、揮発するけん大丈夫。でこれに移し替えて。もう置いちゃうよ。下に置いたキラもあるよ。静かにして。たので、コーヒーを入れます。